joy and pleasure to millions of music lovers. はい、こんにちは、パラタインです。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。さすがに入ってるよね。食べて入ってないんかな。マイクの性能によるか。今日は本当に待望の企画です。バック特集2024始まります。これまでいっぱい服紹介してきましたが、はい、バック困ってますと教えてくださいというご意見たくさんいただきました、うん、その度に我々はその貴重なご意見から目を背け、何事もなかったかのように日々を過ごしておりました。その通りだな。はい、まあ、そういう意見があることは分かりつつも何喋ろうかと考えることをやめまして無視していたわけですが、ようやく今日ちょっとバックについての動画を撮ってみてもいいかなと前向きな気持ちになりましたので、ご紹介していきたいと思います。めんどくさかっただけだよね。そう、めんどくさかったです。はい、まあ、全然関係ないけどアイスブレイク的にこのバックさ、ちょっと流行ったよね。アイスブレイク的にとか言わない方がいい。硬すぎ。就活じゃないんだから。確かに就活の時よくアイスブレイクっていう言葉あったよね。就活の時、そう、インターンの時でしか使わない。ああ、インターンであったな。懐かしい。やだな。じゃあ最初に、はい、なんだ、仲良くおしゃべりするためにこのバッグ流行りましたよね。あ、そうなんですか。そう、え、お前も見てたよ確か。なんかこういうブレイクできなかったですね。あれ絶対俺この話したことあると思うんだけどな。全然知らないです。カバンじゃないや、ハットの方は分かりますけど。ああ、そうですか。そう、これコーチの今季の24秋冬。あ、今季の。そう、コーチ、めっちゃ、まあ、でもこれランウェイだから、これが発表されたのは全然前だけどね。はいはい、バックが。ああ、そう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 。あ、そういうことね。このランウェイ自体は、はいはいはい、それでかなり人気になって。あ、そうだよね、コーチの人気になってるらしいな。これなんだ。そう、こういうキャプチャーかなり出回ってたみたい、 SNS で。安いんでしょ、しかも比較的安い。13万2000円かな。めちゃくちゃ安いじゃん。確かにレザーでこのサイズだもんな。やばいな。そう、これがエンパイアキャリーオールバッグ。名前やばいって。エンパイアキャリーオールバッグです。かっこよ、名前だけで名前替えしちゃうね。名前かっこいいよね、エンパイアついてんのめっちゃかっこいい。で、まあ、サイズ多分何種類かある。うーん、あ、そうなんだ。特にこういうキャップもそうだし、うん、なんかちっちゃいバッグとか、うん、リンゴとか、うんうん、キーホルダー系ジャラジャラつけるっていうのがかなり話題になって、うん、それは嫌だな。で、この人もこういう使い方してるようなのが今話題と。レディースでやってる方が多いですけど、ルックだとメンズの方も取り入れてるので、こういう風にね。なるほどね。まあいいアクセントになるなっていうのがバックの、まあ結構経っちゃったけど話題になったポイントかな。なるほど。やっと本題ですけど、まあバック買うにあたってどうしてもありきたりになってしまうんですが、まあ特にお気に入りのバッグを持ってないんだったら、なんかいいの欲しいなっていう気持ちが少しでもあったら、バッグにはお金かけていいもの買うっていうのは結構おすすめです。うん、うん、バッグは、まあ、特にこうレザーのいいバッグとか買うと本当に何十年も使えるし、うん、まあ、よほど変なの買わなければ、デザインとかもあんまり昔かっこよかったバッグが今ダサいってこともなかなかないので、まあ、しかもそんなポン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  T シャツみたいに買い替えないから、1個買ったら多分それをずっと長く満足して使えると思うんですよ。で、この間アクセサリー紹介動画でも言いましたけど、自分がおじいちゃんになったら孫にそのバッグをあげてください。そしたら孫からしたら、おじいちゃんが昔買ったヴィンテージレザーの高級バッグだってなったらめちゃくちゃかっこいいと思うので、まあ、そういう目で見てもいいバッグを持って大切に長く使うっていうのはロマンですよね。オールドコーチってことだもんね。まあそうそう、オールドコーチの自分で育てるバージョンだし、それをおじいちゃんから引き継いだバージョンのオールドグランドファザーコーチってめっちゃ嬉しいじゃん。オールドグランドファザーグランドファザーオールドコーチいいね、環境的にもいいしね。そうそうそう、だからぜひおすすめではありますけど、はいはい、まあまあ今日いろんなスナップ持ってきたので、こういうバッグ持ったらこんな雰囲気になるなとかの参考にもしてもらえたらなと思いますが、まあ一番はやっぱり黒か茶色のレザーのバッグがダントツおすすめです。これは揺るがないでしょう。まあただこれで気をつけてほしいのは、ビジネスっぽくならないやつの方がいいかなと。もう夏とか T シャツに合わせても変じゃないような、ビジネスマンになっちゃわないような崩し方っていうのが一つポイントになるかなとは思いますね。なるほどね。はい、で、まあ、早速じゃあルックから見ていこうかな。で、今回ちゃんと色ごとというかジャンルごとにまとめたので、まあこの素敵なコーチたちは関係ないんですけど、このコーチ使おうか。まあ安いもんな。うん、でもこれジャラジャラつけてなかったら意味ないよ。ジャラジャラつけたくないの。つけてなかったらただのレディースのバッグ。
本当つけてるからかっこいい。いやマジ嫌だな。なんかマルゴーとかこういう感じなんだよね。うん、ザローのマルゴー使いやすそうでよかったけど、これも宇宙人からしたら一緒だもんな。うん、形としてさ。ああそうなんだ、うん、じゃあ早速いきましょう。最初はブラックレザーバック編です。はい、これも分かるわ何かでしょ。で最初に言っとくけど、まあ、これブラックとかブラウンとか定番紹介した後にもう一癖欲しい人用に、色入れるんだったらこんなのがいいとか、柄入れるんだったらこんなのがいいとか、あと別にレザーじゃないのが欲しい人向けにもちょっと違う種類も用意してるので、ぜひ最後まで見てみてください。こちらは、はい、ブラックのレザーですが、当然プラダですね。このベルトはね、そうこのベルトがねかっこいいよね、はい、プラダのブラックのレザーバッグで、うん、まあ、これも形かなりベーシックなんですけど、このベルトがやっぱりビジネス感をなくしてくれてる。程よくカジュアルにもなってるし、アクセントにもなってるから。なるほど、そうこういうポイントが1個あるとめっちゃいいなっていう感じです。こちらはグッチです。おこれもブラックのレザーで、まあ、これはもうまん丸というか丸い筒型のバッグなんで、ビジネス感も全然ないしカジュアルに持てるっていうポイントですね。あでそうだ、1個言い忘れたけど、個人的にはこう片手でこういう感じで持てるのが結構ポイントだと思ってるので、まあ、できれば、まあ、どんなバッグでも持とうと思えば持てると思うんですけど、片手でもこう持てるし、こう肩に肩掛けにもできるしみたいな、うーん、2way みたいなのが一番いいかなと思います。まあ、紐が長すぎるやつとかはもうかける専門だと思うので、まあ、ルメールのクロワッサンそうですけど、うんうん、まあ、片手でこうガシッと持ってもいけるようなバッグの方が、まあ、よりランウェイっぽくファッションっぽく歩けるそうだねかなと思います。さっきのプラダもそうだしね。まあどちらかというと肩にかけれたら嬉しいけどね。それは機能的にでしょ、うん、かっこよく見せるためには肩にもかけれるし、こう持てるぐらいの方が一番ファッショナブルには見えやすいかなと。こいつもやばいもんね、これも。まあこいつって呼んじゃったけど、片手でこう持ってるのがやっぱかっこいいし、ランウェイ見ててもうほぼ全員片手でこう持ってるな。クラッチバッグじゃん。まあでもじゃないものをそう持つからいいという か、うんうん、なんかこういう持ち方もかなりポイントだと思います。普通に持つよりかっこよく見える、肩にかけるより。これ街中でこう持ってたらどうしたってなるけどな。なんないだろ全然。なるだろ。いやこれ顔とか服だろ。そう全然なんないと思う。こう持ってん抱えてん、ラグビーボールみたいに抱えてんな。いやそうか。いや俺は全くならないな。今後も結構出てくる。これもさ、ドリスのラストコレクションなんですけど、肩にもかけれるし、多分紐ついてるから。これどうなってんの。片手でも持てるっていう、まあ、ベルトが2個あるタイプのバッグ、まあ、持ち手がね。なるほどね。そうだ、これ長い方だったらかけれるけど、こう短い方持ってるっていう、こういうのが理想かなと。うん、そうだね、思います。間違いない、理想的にはね。こういう持ち方はできた方が、うん、まあ、なんかカッコつけやすいですね。なるほど。カッコつけてますもんね、これも。カッコつけてます。完全に。かっこいいしね。で、これはドリスの今季の24秋冬。またこう持ってる。そうそうそう。やっぱバックはね、こう持った方がカッコいいんだよ。これ下汚くないんか。ね、まあ俺あんま電車とかで置かないように、床に極力置かないようにして、ね、ウェットティッシュで拭いてる。下汚いの嫌だから、膝に乗せらんなくなるから。なるほどね。確かに確かに。これもまあ黒のレザーのシンプルバッグ。おお。で普通に上でも持てるから。これなんかグレインレザーとスムーズの切り返しがあるんですか。あ、そうだね。すごい珍しいです、ね。だこれも形はシンプルだけど、まあこのレザーの感じもビジネスっぽくないし、素材の切り替えとかがあるとビジネスよりも、うん。ファッションっぽくなるからいいですね。グレインレザーの方がカジュアルですよね。まあそうだね、うん、ツヤがあんまりない分。なるほど。これはバレンティノ出た。これもかっこいいね。デニムとブルゾンと、すごいマチが細いタイプの、うん、これはもうかなりちっちゃいバッグで、これレザーじゃなかったら安っぽく見えそうな形っていう懸念もありますが、うん、レザーですね。で肩にかけるときは、まあ、個人的な好みはやっぱりこっち肩掛け、うん、一般人はやっぱ肩方にかけた方が郵便局員になるリスクが少なくていいと思います。なるほどね。はい、これもプラダの同じコレクションでさっきと、ただちっちゃいだけっていう、うん、まあ、ちっちゃいとビジネス感出るわけないから絶対カジュアルに見えるし、うん、荷物普段から少ない人はこういうのでもいいかなって思う。多分値段も安めだしね、ちっちゃい方が。なるほどね。これ丸っこくて可愛いし、ね、片手で持てていいと思います。でこれはさっきと同じバレンティノで、形がまん丸バッグ、うん、これもまあ丸くて可愛いので、レザーのフォーマルさと形の可愛さで結構どんなコーディネートにもこれ合うと思うんだよね。形はこんな特徴的だけど。なるほど。まあ持ち方がね、異常に難しいよね。これ何、これバッグチェーンがついてて手首に巻いてる。ぶん殴りそうだ。持ちづらいかもしれないけど、形としては
可愛い。こちらもバレンティの春夏 24SS かな、うんうん、まあ、割とフォーマルめな黒のバッグで片手でガシッと持つというスタイリングです。珍しいですねこれは。そうですね、バレンティノのロゴがあしらわれていますね。なるほど。ジルサンダーの最新のコレクション 25SS、まあ、これルック自体めちゃくちゃかっこいいんですけど、このバッグもよく見ると片手で持てるし肩にもかけれる、うん、2way ストラップのバッグでやっぱ惹かれますねこれには。しかもここで持った時にさ、紐がちゃんとなんかおしゃれにも見えるっていう、うん、デザイン面でもいいよねこれ、うん、機能性的にもデザイン的にもなるほどいいなと思いました。まあ、これも似たような感じ 2way で、素材とかはちょっと違うけどね、ちょっと大きいかなこっちの方がかもね、うん、まあこんないいアクセントになってるよねやっぱり。おお、かっこいいね。いいね、片押しみたいな。このルックかっこいいな。難易度高。何これ、この靴かっこよ。この靴かっこいいでしょう。欲しい。いやドリスからもよく出てるんだよパイソン柄のミュールもブーツも。そっかそっか。いやだからこれ買いたいなと思ってんだよね。いやぜひお願いしますよ。パイソン柄いいよね。うん、またプラダに戻ってきました。あー、これがね、こっからブラウンのバッグに突入します。はい、枚数すごいな、そう考えると。うん、今までブラックしか紹介してこなかったのか。でブラウンも、まあ、もちろん定番だと思うんですけど、多分ブラック選ぶ人が多いじゃんバックって。でもブラウンもかなり汎用性高いし、むしろ服がモノトーン多い人とかはブラウンにしちゃってもいいのかなと。あ、それこそブラウンよく使ってるもんね。うん、ブラウンのヌメールラージクロワッサン使ってるんですけど、いいですよね。そうそう、服黒とかだったらいい感じに違いが出るし、うん、めっちゃいいと思います。これかっこいいけどでかいんだよな。でかいんだよね。うん、そうなんだよ、でかいんで、このデザインのままちっちゃくしてほしいんだよね。うん、ちょっと大きすぎた。かっこいい。これもグッチかな。うん、ブラウンもいろんな色味があるから、まあ、明るければ明るいほどカジュアルになるし、ちょっと女性っぽいバッグもたまにあるんですけど、うん、まあ、こういう感じでどんな服にも合うし、これドリスだね。いいね、めっちゃかっこいいよね。うん、深いブラウンの方が好きかな。まあ合わせやすさもあるし、色の深みもあっていいよね。キャメルってよりかはね、ダークショコラみたいな。うん、そうだね、こっちの方が長くグランドファザーオールドレザーバッグとしても、こっちの方がやっぱまさしく歴史を感じるもんねおじいちゃんの、うん、このバッグもかっこいいよな。うん、羨ましい。これはミニブラウン。やっぱちょっと女性っぽさを感じてしまうな。そうだね、ちっちゃいバッグは女性が多いかもしれないね、特にこういう手で片手でこうやって持つ感じだと。うん、かわいい。まあ、かわいいよね。まあ、小物っていう感じがよりますから、うん、これも同じぐらいちっちゃいバレンティノのブラウンのバッグで、これはこれで1個あってもいいなっていう感じかな。だいぶファッショニスタだなこれ。ちょっとフェミニンっぽさがあんま好きじゃないかもな個人的には。ああ、まあ人を選ぶかもな。うん、この人歩いてきたら超かっこいいけどな。彼女のバッグ持たされてんのかなって思っちゃうな。マジこれ見て、アンマッチな気はしちゃうな男性の小さいバッグがっていうことかもな。ああ。だけどさっきのやつではすんなり。それはあれだね、ファッションショーのスカートと同じ気分ってことか。そうかな。ショーとしては見るけど、ね、自分が履くって考えたらスカート抵抗あるみたいな。うん、何も持ってない方がいいんじゃないかなと思ってしまうな。なるほど、これは意見の相違です。意見の相違です。俺はいいと思います。なるほど。あ、これはでも唯一色が明るすぎて自分が取り入れるのはちょっとむずいなって思った、うん、ブラウンの中では。まあでもこのショーというかこのルックに関しては似合ってる。パンツの色とかグレーのちょっと明るさといい感じにマッチしてるから選んだけど、まあ自分が買うんだったらもうちょい濃いブラウンがいいなとは思ったかな。なるほどね。出ましたよ。こっから色付き編に突入しました。はい、ブラックブラウンの時代はもう終わりです。こっからはバッグをアクセントとして自分のコーディネートの中に取り入れるというのをご紹介していきます。超ファッショニスタですね。そうです。まあでも難易度順っぽくなんとなく並べてみたと思うので、うん、これは取り入れやすい色味。まあ深い色だからね。いや高いから。あ、値段はね。いやそりゃそう。いや別にこれ買わなくてもいいからまあね、まあ、この、まあ、ブラウンの派生系としてこうブラウン赤茶ダークレッドみたいなこうグラデーションがあると思うんで、そのちょっとダークレッド寄りに寄せていくと、うん、ただのブラウンよりもちょっと個性が出て垢抜けたスタイリングにもなるかなと思って。いやこれやっぱ改めてさ、グローブもやばいよね。あー、まあやばいよ。グローブがやばい可能性あるよな。え、どういうこと？かっこいいってこと？なんかすごいじゃん、インパクトすごいじゃんこのルック。あ、すごいすごい。この色もそうなんだけど、やっぱこの赤い手のグローブがすごいインパクト与えてる。あー、このルックにおいてってこと？そう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 。あー、まあそれはそうでしょうね。グローブはコーディネートの中で効いてくる。だってこれなかったらさ、うん、肌色なわけだもんね、ここが、うん、だからだいぶ印象変わると思う。やばいね。はい、関係ない話ですねまあ色取り入れるんだったら赤は結構いい。深めの赤は、うん、意外と何でも合うからね。これデニムと合わせてるけど、うん、別に黒でも白でもブラウンでも合わせやすい幅で言ったら結構広い、うん、ここからはどんどん難易度上がっていきます。バナナバッグですね。知りませんけど、イエローのプラダのバッグまあこれそもそもレザーかどうか怪しいか。
スウェードっぽさ、スウェード感、これとか、まあ、これもなかなかのターコイズっぽい色で、まあ、こういうバッグを差し色としていけちゃうぞっていう人はこういう色使いにチャレンジしてみましょうというコーナーです、うん、なるほどね。まあ服の、ね、色とか色のトーンさえ合ってればスタイリング別に変にはなかなかなんないから、色があるバッグっていうのもいいとは思いますが、選択肢としては2個目になりますね。はい、ここからは最後番外編として、バッグに柄を入れるならパイソン柄がおすすめですという俺からのメッセージです。パイソン好きだな。パイソン好き。まあ柄入れるとしたらさ、バッグの中で、うん、まあ、花柄とかこうグラフィックが入ってるバッグとかストライプとか柄っていろいろあると思うんだけど、うん、バッグに入れるんだとしたら俺はパイソン柄がいいなっていう。まあ、1個は色味が落ち着いてるじゃん、当然。パイソン柄ってまあ大体この色なんだけど。あ、そうなんだ。そう、色合いで言ったらめちゃくちゃ落ち着いてるから、まあ、柄がある中では多分合わせやすい方っていうのと、うん、まあ、だけど個性は出る、コーディネート合わせる幅は広いけどめっちゃ個性は出るっていうので、パイソン柄を強く押し出していきたいと思ってます。これさ、ドリスのショーなんだけど、うん、ドリスがよく使うパイソン柄、こんな感じ。さっきも出てきたけどね、靴 でこれはさっきと同じジルサンダーのショーで、うん、パイソン柄のバッグ同じく。なるほど。まあ、ヘビ嫌いな人は無理だろうな、これ。まあ、ヘビ嫌いな人は無理でしょ。でもこういうなんか全身ブラックの時とかさ、モノトーンの時とかにパンチあるね、うん、かなりいいアクセントにはなると思う。これで終わりかな。あ、番外編とか言ってもう一個あったわ。これはデニムのバッグなんですけど、その辺おすすめはしてないです。カットでは、じゃあこの番外編なんとなく、おこれかっこいいじゃんって思って選んだんですけど、多分このスタイリングがかっこいいです。うん、そうだね。やっぱりバッグはレザーに限るってことですね。結局デニムかっこいいですけど、多分だってよく見たら服レザーだもん。バッグがレザーじゃないだけで、なるほど、服がレザーだから成り立ってるっていう可能性。これ服レザーじゃなかったら終わってるもんな、多分。そう、うん、これ逆に服デニムだったらレザーのバッグでちょうどいいだろうからね。あー、なるほどね。やっぱ結局レザーが一番いいという結論になります。なるほどね。今日大量のバッグ見てきたと思うので、はい、欲しいバッグがちょっとでもイメージついたんじゃないですか。そうですね。結構さ、黒のレザーのバッグとかってさ、うん、やっぱりビジネスっぽいとかさ、なんか意外と私服に取り入れづらいイメージある人いると思うんだよね、うん、形的にも。だから最終一番個人的なおすすめの形としては、まあ、ブラックか濃いブラウンで、うんうん、取ってちっちゃい手でも取ってもらって、肩にかける長いストラップもついてるっていう、うんうんうん、こうやって肩掛けできるって、まあ、長さのやつもあるね、うん、まあ、それでもいいっていう両方の持ち方ができるのが一番いいかなと思いますね。個人的にどれ欲しいとかありますか。あ、全部欲しいな、うん、1個プレゼントでもらえるとしたらいかがですか。そうですよね。間違いなくこれですよね。これ欲しいな。まあ、これ全身欲しいな。そのまま欲しいですね。そう、これもかっこよかったね。これかっこいいよね、うん、これいいね。ドリスのラストコレクション、これ出るかな、見たいな。これめっちゃ実物見たいわ。全身ルックで買ったらラストコレクション、マジ何百万あっても足りないな。これめっちゃいいじゃん。ジャケットとかこういろいろ欲しいのあんの。これ最後の最後ルックなの。これ最後、まあ、違う最後のシーズンっていうだけ。ああ、なんだなんだ。これいいですけど、なんか全体像がもっと見たかったですね。どんな感じか分からないですね。いや、このシーズンはね、よりの画像はなかったんだよね、ランウェイは。ああ、形がよく分かんないけど、少なくとも肩ストラップがあるのはいいですね。多分めっちゃかっこいいと思うんだよね。これはね、ちょっとね、グッチのロゴが大きすぎて。まあそうね、これは上級者だね。1個目にこれ買うやつはいないでしょ、丸いし。うん、そういう意味では1個目、コーチは本当にいいと思うな。確かに、ブランドで言ったらね、うん、値段的にもいいし、うん、古着でもいっぱい流通してるし、うん、オールドコーチで言ったらさ、俺が前、バーバリーの古着で紹介した、うん、高円寺のウィスラーにも、確かヴィンテージのレザーバッグみたいにいっぱい売ってるから、うん、なるほどね。見てみてもいいかも。わかりました、ありがとうございます。はい、まあ形さえねこんな感じだったら、はい、ブランドとかあんまり関係ないので、うん、ただ自己満ですね。ぜひ自分に合う最高のワンバッグを見つける旅に出かけてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。